上野隆博は日本のアナウンサー。元中国放送アナウンサー。中堅、八甲の飼い主である、上野秀三郎の親戚にあたる。血液型は A 型。左利き。三重県津市出身。日本大学芸術学部放送学科卒。ラジオ三重で曲穴を務めた後、1965年、中国放送に入社。 現場にこだわり約30年間にわたって広島市民球場から広島東洋カープの模様をラジオテレビの視聴者に届けた。ラジオテレビの実況の回数は RCC 最多記録であり、1975年カープが初優勝した時のラジオ実況も務めた。広島市民球場は昔はグラウンドの水はけが悪く大雨の日に、 実況席の入り口まで浸水することもあり、解説を務めたカーアップ初代監督、石本周一を恩辱して浸水してないところまで運んだこともある。広島県人にとってはダミ声でおなじみだった。代表的な担当番組として、何でもジョッキー、また、サンドのメシより上野隆志公があり、後者は歴代の RCC のラジオ番組最多のリスナーを、 抱える番組になった。この記録は2011年1月現在、更新されていない。2003年4月からは、平成ラジオバラエティ御前様様にてパーソナリティを、務めた。2010年4月からは月、日は、勝さやか、水曜は、セラ陽子元アナと出演していた。2012年3月をもって、卒業した。2012年7月5日の御前様に電話で、 出演し、現在は千葉県千葉市在住であるという、ありがとうございます。